ね、アナザードラマやっていくんですけど、まあ、その前に言うと、アナザードラマやったらね、出てくるサブストーリーがあるので、それをまずやっていこうと思います。あれ、はるかちゃんやない？あ、ほんまや。あ、確か高校で同じクラスの子たち。久しぶりやん、はるかちゃん。うちらいつもテレビ見てるんよ。せやけど最近学校来てへんね。どないしてたん？忙しいんやろ？最近めっちゃ上できとるやんな。そんな。どうしよう、この子たちの名前が思い出せないの。あんまり学校行ってなかったし。な、はるかちゃん、うちはこれからそこの店でお好み焼き食べるんやけど、よかったら一緒にどう？ それええやん。芸能界の話とかめっちゃ聞きたいし。な、はるかちゃん、一緒にお好み焼きしよう。でもこういう時でもないとなかなか学校の友達ができないし。じゃあ、一緒にお好み焼きを食べる。そんな敬語いらんってクラスメイトでしょ？ほな、行こう。私、芸能人とお好み焼きなんて初めて。これね、正しい選択肢を選ばないと評価が下がっちゃうらしいのでね、ちょっと答え見ていこうと思います。どうしよう、私から何か話題を切り出した方がいいよね。何を話そうか。今はね、これ、ガラケーじゃなくてスマホになってるけど。これはね、最近学校どう？か、もしくは2人は仲がいいんだね、がいいみたい。最近学校はどう？どうって何が？私あんまり学校に行けてないから。まあ別に何もあらへんよ。もうすぐ冬休みだしね。何もあらへんとか嘘やん。まどか山本に告られたんやろ。それはええやん。私もう他に彼氏いるし。この子まどかって名前なんだ。もう忘れないようにしなくちゃ。そういうヒロミは C の先輩とラブラブやし、あんた一日中先輩にメールしてるやろ。そんな一日中なんて大げさやん。こっちの子はヒロミっていうのか。よかった。クラスメイトに名前聞き直さずに済んで。でな、今は肌が乾燥するやん。せやから唇のプルプル感のお手入れが大事なんよ。学校の時なんかええねんけど、デートの時は可愛い唇で唇プルプルさせたのに。わかるわかる。はるかちゃんもそうやろ。その唇乾燥するよね。せやけどルージュもいろいろあるやん。カニちゃんっておるやろ。エビちゃんじゃなくてカニちゃんね。弁天堂のマリアージュ使てんね。まだかそれテレビで見たんやろ。それであんた最近マリアージュやったん？ヒロミはアップルトンやったっけ？アップルトンは A でグロスで唇テカテカになんねん。知らない固有名詞が多すぎて話がよくわかんないよ。うまく話し合わせなくちゃ。何の唇を使ってるって言えばいいかな。これね、アップルトンがいいみたいですよ。アップルトン。ほんま、そしたら私と一緒やん。そうだね。つい嘘ついちゃったけど、これくらいはいいよね。せやけど、マリアージュも A って、はるかちゃん、今度使ってみてよ。絶対アップルトンがええって、はるかちゃん一緒にアップルトン使おうな。なんかうまくいったみたい。こんな感じでお友達になれるかな。ところではるかちゃん忙しいとは思うねんけど、進学とかせんの？短大とか大学とか。どうかな？まだ考えてないというか、今目の前の仕事でいっぱいで。そしたら受験とかしないかもしれんの？そうかもね。ええな、それ。でもそしたらわざわざ高校通い見とかある？ヒロミ、そんなん言うたらあかんやん。はるかちゃんかて学校来たくないわけないやろ。でもな、そしたらはるかちゃん何のために高校通っとんの？これね、これか、まあ上2つみたいですね。じゃあこれにしとく？やっぱり同年代のお友達と一緒に同じ学校で過ごしたいなって、仕事とか関係ないところで。なるほどな、同年代の仕事関係の人たち言うたらみんなライバルになってまうもんね。高校の友達やったら損得とかないし。だけどまだ学校にお友達が少なくって。ほんま、そしたらうちは友達になってあげるよ。芸能人の友達なんて最高や。みんなに自慢できるわ。なんかあれだな。なんか変な感じになるな。ね、そうそう。芸能人としてっていうね。普通のお友達にはなれないのかな。せやけど、はるかちゃん、ほんまアイドルってええよな。毎日いろんな有名人に会えるんやろ。でも、はるかちゃん、この間テレビで、野々宮くんと共演しとったろ。ほんまに、私大ファンやねん。はるかちゃん、野々宮くんと喋ったことあるん？野々宮くん覚えてないな。全然喋ってないよ。私、芸能人の友達全然いないし。今はそうかもしれんけどな。せやけど、うまくいったら野々宮くんと付き合うたりできるんやない？男のタレントがメアド聞かれたりすることないの？事務所から恋愛禁止とか言われんのってほんまそんなんつらない？はるかちゃん今彼氏おらんの？
彼氏おらんやったらおもろないやん、なんで彼氏作らへんの、なんかずずしいなこの二人。これはね、真ん中と下が正解みたいですね。まあ集中したいよね、仕事に。今プロとして仕事に集中したいから彼氏とか余裕がなくて作れないんです、せやね、まだ売り出し中よ、にスキャンダルとかなったら大変やろし、何アイドルやったら好きな食べ物も制限したりするんやろ。そうなん、そう考えたらアイドルってあんま楽しい仕事やないかも。そんな仕事は楽しいですよ、お客さんが応援してくれたりするとやっぱりすごく嬉しいですし。せやけどファン言っても大半オタクっぽい人たちやない、そういうのは別に気にしないですし、もうええやん、私もはるかちゃんのこと応援しちゃうし、そしたらこれからも頑張ってな。なんか友達とはなかなか言えない二人やな。今日は楽しかったで、はるかちゃん、付き合ってくれてありがとうね。ほんまはるかちゃんなかなか学校来ひんけど、やっぱりええ子やね。あ、ありがとう。おー、デートがいいな、いいな。わかりいるからええやろ、はるかには。ねえ、疲れちゃったね。やっぱり私、普通の女子高生とちょっと違うのかも。あ、ゆいちゃん。あ、ゆいちゃん、私服？さっきの二人、はるかちゃんと同じクラスの子、一緒にお好み焼き食べてたんでしょう。いいな、私もはるかちゃんとお好み焼きしたかったのに。はるかちゃんどうかしたの？いろいろ話したんだけど、なんか話題についていけなくって。私がアイドルだからっていうか仕事をしてるからかな、私やっぱりちょっと学校で浮いてるのかも。うん、でもさ、そんな気にしなくていいんじゃない、みんながさっきの二人みたいな子じゃないし、だいたい好きな話題って人それぞれでしょ、中には周りに無理に合わせてる人だっているんだよ。そうだよ、実際私がそうだし、私も他の人とは話題が合わないけど、でもはるかちゃんと無理せずに話せるよ。無理して周りに合わせることなんてないと思うな。はるかちゃん、はるかちゃんのままでいいんじゃない、私はそういうはるかちゃんだから友達でいたいなって思ったんだし、今でもそう思ってるんだよ。そうだよ、はるかちゃんだって十分普通の女子高生だよ。私ははるかちゃんアイドルだと思って見てないし、だってはるかちゃんはるかちゃんだもんね。そうだね、そう、はるかもいい子じゃん。分かってくれる子がいればいいんだよな、一人でも。うんうん、さて、じゃあやっていくか、ダンスバトル。私とダンスバトルがしたいって人が待ってよな、確かここだったはず、ね、よう待ってたよ、沢村はるか。あら、ファンキーだね。あ、ジャジーブルーのリーダー、ジュディさん。マッキー、アヤに勝ったお前と戦わないと私がビビってると思われるかもしれないかな。今から勝負と行こう。ジャンルはジャズだ。私の得意ジャンルだから、ちゃんとそれなりのハンデはやる。ジャズね。はい。はい。私、勝ちます。いいから、早く。あと、行くぜ。もうあれだな、体力をどんどん削っていこう。
ジョリーさんが負けた。なるほどね、さすがクリスティーナに認められた女だな。クリスティーナさんのこと知ってるんですか？当たり前だろ、ダンスバトルやってるやつでクリスティーナを知らないやつなんて探してもなかなかいないぜ。はぁ、まあ、私はあんまり好きじゃないけどな。あかりのダンスの良さもわからねえようなやつだろ。そんなやつの目信用できるか。あかりは私が可愛がってた後輩だからね。あいつのダンスは確かに少し花がないけど性格で綺麗でクールなんだ。土台がしっかりできてるから、あともう一皮むけばきっと最強のダンサーになれる。少なくとも私はそう思ったのに。なのにダンスやめちまったもんな。もったいないよな、クソ。え、あかりがダンスをやめた？あんたあかりの友達だよ、知らなかったのか？私にはダンスはまだ続けてるって。まああいつとしてもあんたには言いにくかったんだろうな。変に気を使わせたくなかったんだろう。なんせあいつが辞めた原因にあんたも一枚噛んでるわけだからさ、心当たりくらいあるだろう、はい、ええ、それがいい、一応友達なんだからな。あとこれをあいつに渡してくれ。ん？ダンスバトルサミットのチラシ。ダンスバトルサミットのイベントチラシさ、もうじき岩尾橋近くのイベント会場で行われることになってる。私はもちろん牧彩といった一流ダンサーが多数集結するイベントだ。スペシャルゲストに世界的に有名な振付師 MC ミッツほうかに認められれば一流のダンサー、一流の振付師になるのも夢じゃない。ええ、だからこのチラシをあいつに渡してほしいんだ。任せていいか？もちろんです、あかりは私の友達ですから。はいはい、じゃあここまでにしとくかな。はい、じゃあ次回で多分アナザードラマ完結になるかなと思います。多分ね。あれ、クリスティーナさんや。はあ、はるか、公演のイベント大変だったみたいですね。でもどんどん成長していますよ。あなたには教えがいがある。前のトレーナーもきっと悔しがりますね。レッスンをしたければいつでもスタジオにいらっしゃい。それじゃ。あれ、社長、あれ、まだ帰ってない。なんだと。お待たせ。あ、よかった。悪いけど少しここで待ってて。そう、お出かけするんですよね。いくつか片付けたいことがあるの。すぐ済むわ。明日東京に行く予定なのよ。へえ。だから堀江にいろいろメモを残しとかないと。でもメモって社長左手で？ええ、荻田に突き飛ばされたでしょ。あの時右手を痛めちゃったからね。大丈夫なんですか？右手使えなくて。まあね、私もともとは左利きだったの。あ、そうだったんですか。子供の頃預けられた里親にちゃんと右手で書くようにって結構無理やりしつけられてね。今時の子はそこまでやらされないんでしょうけど。私も鉛筆は、ま、そういう時代だったんでしょうね。右手で持つように強制されたわ、親に。さ、これで終わった。待たせて悪かったね。今夜の予定は全部キャンセルしたわ。あなたはもう出かけられる？準備はいい？バッチリです。行きましょう。はい、大丈夫です。なら行きましょう。毎日大変だったし、ストレスも溜まってるでしょ。今日は買い物に行って全部発散させるのよ。いいわね？はい。でもこの事務所さ、どうやって利益得てるんだろう。はるかの出演料もね、会社経営する上だったらビビたるものじゃん、きっと。さあ行きましょう。まずは買い物ね。はるか、あなた普段どこで服を買ってるの？服ですか？こっちに来てからほとんど買ってないです。上着をデパートで買ったくらいで。まったくあなたアイドルなのよ。身につけているもの、食べているもの、見たもの、聞いたもの、全てがあなたを磨く糧になるの。常にその時の流行を自身の肌で感じなさい。そしていつまでも色あせない一流を知りなさい。それがアイドル、時代そのものになる第一歩よ。はい、よろしい、いい返事よ。じゃあそうね、ルマルシェに行きましょう。あそこならいいものがそって。おー、ルマルシェ行くんだね。てか、サテンボリにあったのか、ルマルシェ。どこにあるの？
あ、あそこね。あれでもなんかめっちゃ決められてね。そんなことない。あ、ここにあるんだ。いらっしゃいませ、うん、こんばんは。へえ、名前覚えられてる。こんな高そうなお店の常連さんなんだ。さすが社長。今日はこの子の服を一通り揃えたいの。かしこまりました。ではこちらなどいかがでしょうか。そうね、はるか、あなたが選んでみなさい。え、わ、私がですか。そうよ、あてがわれたものを着るだけじゃダメ。何をいいと思うか自分の感性を磨かないとね。これもアイドルへの道ですか。わ、わかりました。ではまずはトップスからご覧になりますか。トップス、上着のことよ。あ、そういう、わ、わかりました。お願いします。あ、はい、ピンクのブラウス。ヒョウ柄のコート、白いセーター。白いセーターか。ピンクのブラウスはどう？え、全部はダメ？全部はダメか。じゃあ、ピンクのブラウスにしよう。これがいいです。なかなかいいじゃない。本当ですか？よかった。まあ、ここに置いてある品物だから悪いものなんてないんだけど。あ、それもそうですね。じゃあ次はボトムスを選びください。応用は聞く子よね。そうよ。じゃあ選んでみて。グレーのフレアスカート、あ、かわいいんじゃない。スカートにしよう。組み合わせが大事ということは分かってるのに、いいわ、その通り。あと靴も欲しいわね。お願いできる？黒のショートブーツ、キャメル色の、あ、ロングブーツか。ショートブーツも可愛いけど、ロングにするか。これ可愛いな。うん、上出来、いいコーディネートよ。あとはこれ。あ、素敵。これでバッチリ。じゃあお会計お願いします。あ、社長、私値札見てなかったんですけど。言ったでしょ、今日はストレス発散。そんなこと気にしなくていいの、社長に任せときなさい。じゃあ、はるか行きましょう。ちょっと待って、ちょっと待って。なんか送んないとダメだ。スタミナンスパーク。オッケー。着替える？はるか。どうだろう。あ、まだ着替えないの？社長、やっぱり荷物私が持ちますよ。気にしないでいいの。さあ次はどこ行こうかしら。はるか、どこか行きたいところはない？あのゲームセンターに行きたいです。学校でクラスの子たちがよく話してて、いつもいいなって思ってて。そうそうね、ゲームセンターで遊ぶのも今を感じるいい勉強になるわ。さあ行きましょう。はるか、服着替えないの？ゲームセンターなんて久しぶり。今はどんなゲームが流行ってるの？クラスの子が話してたのは太鼓の達人っていうので、あ、これだ。おお、どんちゃん。うん、二人で遊べるみたいに。よし、勝負よ、はるか。社長、遊び方わかるんですか？太鼓があるんだから叩けばいいんでしょ。きっと簡単よ。さあ始めましょう。でも社長、まだ手の怪我が。いらない、心配しなくていいの。これくらいいいハンデよ。遊びは本気で遊んでこそ意味がある。社長だからって遠慮したら給料さっぴくわよ。あ、実際これ遊べんの？曲を選ぼうと。マッピー音頭。あ、新世界よりなんか有名だよね。パックとハルカってんだよ。これにする？難しさを選ぼうと。ちょっと簡単でいくわ。あ、パック社長はもう簡単。じゃあお互い簡単でいきましょう。これ操作どうすればいいの？フッチ叩くのとか。はい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 。連打。大きいドンカはそれぞれ左右の面フッチを同時に叩くと高得点を獲得できます。ほう。ボタン操作は？わ、これ結構本格的だな。はいはい、丸で叩くのね。で、縁は R1。 え、できるかな。ちょっと難しいな。
長大丈夫か？やばい！え？ダダンダン。ありがとうございました。まあ、一応勝てましたね。成績発表だ。いや、本当さ、なんかすごいよね、龍が如くまさか如くで太鼓を達人できるとは思わなかったわ。上手に演奏できたドン。もう少し頑張るドン。社長、進まない。ああ、終わった終わった終わった。また遊んでね。やったーって、すみません。ふう、結構体力いるわね。やるじゃない、日頃のレッスンで体力は十分ついてるみたい。リズム感覚もいい線いってる。まあそういう話は抜きにして、なかなか面白かったわ。また対戦しましょう。次は負けないわ。あ、プリクラ、プリサークル、はるか一緒に撮るわよ。私これやったことないの。何を嫌なの？いや、なんていうか嬉しくて、こんな日が来るなんて思ってなかった。私とプリクラなんてかなりレア。それか、なんか写真映るの得意そうじゃないもんね、社長ね。さ、どうやるの？はい、まず、フレーム選んで、いいですか？じゃあ撮りますよ。あ、画面に映ってるじゃないですか。あ、ほら、撮影が。ちょっと撮るなら撮るって言いなさいよ。言いましたよ。これもいいですよ。ダメ、断固ダメ。さ、早く。わかりました。じゃあ行きますよ。え、見せて、プリクラ。じゃあ、ここに落書きしましょう。こうやって。なかなか上出来ね。シワまで飛ばしてくれるなんて、堀江より気が利いてるわ。あ、ひどい。でも私知ってる、こんな幸せなひとときはずっと続かないんだって。こういうのごとくえぐいもんな。ママ。どう？少しは息抜きできた？はい、とっても。明日からまた忙しいわよ。お互いもう休んでる暇はないわ。東京に何しに行くんでしょうね、社長。いいわね。はい、頑張ります。はるか。これ、あなたにあげるわ。
ブローチのお礼。なんだろう。少し早いけど、デビュー祝いのプレゼントよ。そんな、これ以上プレゼントだなんて。洋服も買ってもらったし。いい、開けてみて。時計とかかな。あ、万年筆。これ社長が使ってた。こんな高そうなものいいんですか？高そうじゃなくて高いの。大事にしなさいよね。大事にします。その万年筆はね、私がデビューするって決まった時、大切な人からもらったものなの。私にとってはお守りみたいなもの。デビューの時もマイクに隠してずっと両手で握ってたんだから。へえ。やっぱり社長でもデビューの時は緊張したんですね。今思えば大したことじゃなかったわ。もっと大変なのはデビューした後。私の場合特に大変だったわね。どんな風にですか？私はね、18でデビューする前には結婚してたの。え？相手はその万年筆をくれた人よ。マジで？もちろん世間にも、それに事務所にも内緒でね。結婚してたの？私は自分が韓国籍であることも、家庭に問題があったことも、それに既婚者であることも隠してアイドルを続けた、ね、案外うまくいってたわ。でもある日、私は自分が妊娠していることに気づいた。へえ。すぐに下ろしたわ。あ、そうなの。当時はあまり迷いはなかった。まだ若かったし、アイドルを続けるためには仕方のない犠牲だって思ったの。夫に打ち明けたのはその後。彼、その時初めて私を殴った。まあ、そうだよね。そしてあの人は私の元から去っていった。自分がそばにいたら私の夢の妨げになるからって。あのショックだったんだろうな。相談もしないで。私はそれも仕方のない犠牲だと受け入れたわ。でもその後、結婚していた過去があったことを知った事務所は私を売り出すことに躊躇するようになった。いつ爆発するかわからないスキャンダルを抱えたアイドルに大金なんてかけられないってね。予定されていたイベントは次々に中止された。日本ドームで大規模なコンサートやろうなんて話まであったのにね。へえ。すごかったんですね社長。私全然知りませんでした。はるかの生まれる前の話だったね。コンサートが私の夢だった。コンサートをすれば自分を捨てた親や世間を見返せると思ってた。収容人数5万5千人親にも愛されなかった私にしては上出来な数でしょ。別れた旦那もコンサートをすれば見に来てくれるかもなんて考えてね。でも現実には事務所には見放されて、コンサートどころか仕事はどんどん減っていったわ。後にはもう何も残らなかった。自分がもう子供を産めない体だと知ったのも全てを失ってからだったわ。そんなことが。スターを夢見て犠牲にしてしまった過去への償い、それが今私がアイドルを育てようとしている理由なのかもね。もしかしたら失ったものを取り戻そうとあがいてるだけなのかもしれない。でももう私にはこれしかないのあなたには迷惑かもしれないけどね。迷惑だなんて。私
社長のためにも頑張ります。ありがとう。でもあなたのおかげで私も失っていたものを少しだけ取り戻せたかもしれないの。うん、え？ねえ、自分の夢を。この前プリンセスリーグであなたの決勝進出が決まってから雑誌の取材を受けたのよ。それを目にした元夫からこの手紙が来たの。マジ？より戻そうってか。東京で会わないかって。あ、それで東京に行くんだ。旦那さんと会うんだね。なるほど。彼とはもう二度と会えないと思ってた。私の行けない遠い世界に行ってしまって、それっきり連絡も取れなくなってたから。旦那さん何やってんだろう。社長、あ、でもそれじゃこんな大事なもの私がもらっていいんですか。ね、旦那さんは増えたものでしょ。もちろんいいの。でもその代わりと言ってはなんだけど、はるか、あなたに一つ頼みがあるの。ん、はい。別れた旦那に会うにしてもこれだけ年を重ねちゃうとね。いや、お綺麗ですよ。会ってがっかりされたくないのよ。待ち合わせの場所にはあなたが行って。え、なんで？それで私のところに彼を案内してきてほしい。え、いいんですかその大役。あまり明るい場所で今の老けた顔見せたくないから。私でお役に立てるんでしたら。でも心配いらないと思います。社長今も綺麗ですから。そうそう、めちゃ美人やん。ありがとう。お世辞も上手になったわね。お世辞じゃないです。彼には東京でのあなたのライブに来てもらう約束になってる。その時また改めてお願いするわ。はい。その万年筆はあなたが私の代理っていう目印になる。つまりそれが彼と会うための鍵でもあるの。わかりました。ありがとう、はるか。旦那さん誰なんだわね。あのコメントで書かないでね。自分で知りたいから。もちろんね、ネタバレはあのチャンネルのガイドラインのところにも書いてありますが、一発万対象になるのでお願いします。いやでも社長あれだよな、自分の夢だと母親になりたかった。まあなれないからこそ。今日は私も楽しかったわ。寄り道しないで帰るのよ。はるかのことを本当の娘のように見てるよね。社長も気をつけて帰ってください。おやすみなさい。おやすみなさい。社長なんかモデルの人とかいんのかな。なんか吉瀬美智子さんとかあのあたりに似てますよね。いやー、なんかいいイベントだったな。なんかほろっと来ちゃったよ。はい。私も母親とはしばらく会ってないから、こうなんか親子の感覚っていうのをちょっと思い出せた気がしますね。じゃあここまでにしておきます。お疲れ様でした。